大雪丸、大雪丸、大雪丸、大雪丸は、戦中戦後の混乱期に建造された戦室の良くない、青函連絡船の代替と、輸送力増強を目的に、国鉄が建造した7隻の津軽丸,丸型、車載客船の第4船で、国鉄分割民営化後も、青函航路就航直前まで運航された。青函連絡船の大雪丸としては2代目であった。 詳細は、津軽丸参照。1963年、昭和38年8月、生肝連絡船取り替え等計画委員会は、当時の生肝航路の主力であった船質の良くない、戦時標準船、またはそれに準じる船の早期取り替えと、折からの高度経済成長により急増する旅客、貨物に対応するため、1965年、 昭和40年までに該当する9隻を廃線にし、新造高速車再客船6隻で置き換える、という最終報告を出し、これに沿って津軽丸型が続々と建造され、本船は、その第四船として1964年、昭和39年7月7日、三菱重工横浜造船所で寄港され、1965年、昭和40年4月20日竣工。 同年5月16日に、青函航路に就航した。津軽丸型は、東山丸事件や右航連絡船死運丸事件を教訓として設計され、車両甲板船尾外交部への水密扉装備のほか、車両甲板下の船体を12枚の水密各壁で13区画に分け、隣接する2区画に浸水しても沈まない構造とし、さらに船体中央部の五区画では、船底だけでなく、 側面もヒーリングタンク等で二重構造とする等、安全性には格別の配慮がなされた。その上、当時の国鉄連絡船としては、最多となるワムカンさん48両の車両を積載し、従来の車載客船に迫る1200名の旅客を乗せ、青森箱館間を3時間50分で運行できる高速性能を持ち、さらに従来の車載客船の半分以下の53名で、 運行できる自動化線でもあった。指揮会には背の低い中速リーゼルエンジン8台を搭載するマルチプルエンジン方式を採用して、機関室天井の低い車載客船での高出力化を図って高快速力を上げ、推進用プロペラには当時日本最大の可変ピッチプロペラ、カントローリブルピッチプロペラ CPP を採用し、同じく可変ピッチプロペラ式のバウスラスター。 バウセラスター BT を装備し、これらを操打室から遠隔操縦することで操船性能を著しく向上させた。客室並びに乗組員居室はすべて冷房完備で、旅客定員は二段寝台の4人部屋等、寝台室5室20名、1人掛けでせずりが垂直に、対し65度までリクライニングし、レックレスト付きで、 寝台代用にもなる一等指定一席が96名。当時の特急一等車二人掛けシートに順じたせずりが、垂直に対し49度リクライニングする、フットレスト付き一等椅子席120名、カーペット式の一等雑居席94名で、一等、合計330名。当時の特急二等車の二人掛けシートに順じた、リクライニングしない二等椅子席324名。 カーペット式の二等雑巨席546名で二等合計870名であった。本船は津軽丸二代就航後に寄港された初めての船で若干の仕様変更も見られた。前三席では車両格納初火災時には熱感知したスプリンクラーが自動放水する体制であったがこれをより実情に合った手動放水に変更し技術の進歩による ボイスアラームの改良や、旅客食堂や操舵室全面窓の大型化のほか、工術の機関部重量増対策や操舵室のプロペラ制御板の改良も行わた。なお、津軽丸型の塗職は、当初、建造する造船所に一任されており、本船は建造中から公式試運転までは、外弦下部が薄緑色、5G7-6、外弦上部が入泊。 7.5Y9、0.5、煙突が薄いピンク色、5R7、6と、当時すでに就航していた第二線の八甲田丸の、当時の図書区と同じであったため、偽装員からの要請で、竣工直前に煙突のみ、暗い緑色、2.5G3、5に変更して就航した。それでも、八甲田丸、正木丸、2台、本線と三席続けて、 外弦株色が明るい緑の似た色になってしまったため、就校翌年の1966年、昭和41年3月には、外弦株色を煙突と同じくらい緑色 G、2.5G35 に、外弦上部は、クリーム色 y、2.5Y94 に変更し、就校までこの色で通した。第1線津軽丸から第3線正木丸までの、指会には、 シリンダー合計 22cm、工程 30cm の V 型16気筒の、定格出力1600馬力、毎分750回転の川崎マン V8V2230 が、主発電機原動機には、同系直列8気筒の840馬力、毎分720回転の川崎マン W8V2230 エイティルが採用されていたが、 第四船大雪丸から第六船陽0丸までは、主機械は同じ定格出力ながら、シリンダー径二十六センチメートル、傾程四十センチメートルとやや大きく、回転数も毎分五百六十回転とやや低い、V 型十二気筒の三井百二十六 MTB 回マイナス四十ボルトに変更され、主発電機元動機も同傾直列六気筒八百馬力、 毎分六百600回転の三井 B&W626MTBH-40 が採用された。ところがこの機種変更により、指揮械1台あたりの重量が約11トンから22トンに倍増し、その他関連補機類も含め機関部で合計100トン程度の重量増加となり、このままでは計画満載機種水の5.2メートルを維持できないことが判明した。このため、 全三席では外部からは見えない部分でのみ使用されていた溝形プレスを施した厚さ3 2ミリの薄鋼板、ハットプレート、コルゲートプレートを本線を含むこれら三席では公開乾板の乾板室外板にも使用して船体重量軽減を図った。第一線の津軽丸以来、敷き回出力軸から流体減速機入力軸までの部分には津軽丸以来、 偽装上や、船体変形による軸身調整、軸方向への熱膨張吸収等のため、フレキシブル継手が使用され、特に問題は起きていなかった。ところが、大雪丸では、手機械機種変更により、回転数が毎分750回転から560回転に下がったため、継手の外形を 60cm から 72cm に拡大して、 トルク増大に対応したが、常用回転数付近での継手部分の振動が大きく、この問題は就工時なお解決されておらず、回転数を下げての運行を余儀なくされた。それでも1965年、昭和40年5月16日には、当時ただ1往復のみ設定されていた3時間50分運行便で、特急、大鳥から白鶴へとつなぐ、上り便。 箱館2岸18時30分発、青森2岸22時20分ぎから本就航したが、この便は等身者のため31分延着し、以後8月31日の箱館ドックへの入居まで、3時間50分運航便に本格的に配線されることを図った。この工事でフレキシブル継手を外径100センチメートルのより固めのタイプに交換して、この問題を解決し、 9月15日4便より、復帰し、以後本格的に3時間50分運行を開始した。推進用可変ピッチプロペラ、CPP 並びにバウスラスターの可変ピッチプロペラ、BT の翼角遠隔操縦装置は、操舵室中央、操舵スタンド左に続く、プロペラ制御板上の主操縦レバーのほか、離着岸時、船長が操舵室左端から壁を目視しつつ、 直接レバー操作が行えるよう、要、操脱室左限端に設置した補助操縦スタンドにも、CPP と BT の補助操縦レバーが装備され、これら種、補助いずれの操縦レバーからでも翼角操縦できる、要、両レバー間は、機械的に連結され、どちらか一方を操作すると、他方も、同じように動き、その結果、主操縦レバーに接続された、シンクロ制御変圧器が操作されて、 つばさ隠し霊の電気信号が出された。ところが、第1線の津軽丸2台が就航してみると、この種、補助操縦レバーの機械的連結が原因で、これらのレバー操作が、いずれも非常に重く、しかも微動調整ハンドルもないため、津軽丸型では18ノット程度の高速航行時の0.2度の CPP 奥角の変化は、先速で0.4ノット、機関出力で、 約五百軸馬力の変化にもなるため、高速航行時に希望する速力に見合った、細かな翼角指令が容易設定できず、不評をきたしてしまった。一方、左右に動かす BT 翼角操縦レバーは、プロペラ制御盤の手前側に設置すると邪魔になるだろう、ということで奥に設置したが、このレバーも重く、手を伸ばして動かさなければならないため十分に力が、入らず、同様に不評であった。 しかし、津軽丸型は連続して建造されていたため、この件が明らかになったとき、すでに第2戦発行だ丸、第3戦正木丸、2台は建造中で、使用変更できず、着工前であった第4船の元船から、CPP 翼角操縦レバーへの、微動調整装置負荷と BT 翼角操縦レバーの、手前側移設を行った改良型プロペラ制御板が、導入された。 全3隻のプロペラ制御盤で採用されていた角、翼角操縦レバーのかまぼこ型工程に沿った直線型の実際翼角形は指針が長大で重くなり、これを精密に駆動するためのサーボモーターを装備したため、プロペラ制御盤内部には、これ以上の機器増設スペースは残されていなかった。このため、本線からはこれら直線型翼角形は一切やめ。 プロペラ制御盤上に四角い箱を乗せ、その箱の両側面に前後に動かすというよりは倒す感じの2本の CPP 欲覚操縦レバーを設け、このレバーの回転軸に新たに微動調整用グリップを装着した。またこの箱の手前の面に左右へ倒す BT 欲覚操縦レバーを設置し、この箱の上あつには指針駆動用サーボモーターの不要なコンパクトで丸型の 外周が指令翼核指針、内側が実際翼核指針の BTE 翼核形を中央奥に同様の CPP 翼核形を左右に配置し、中央手前には BT 翼核中立等を設置した。また、四角い箱手前の盤面に余裕ができたため、前三席では両側 CPP 翼核操縦レバーの間に置かれていた小スイッチ類はこの部分に 横一列に並べて配置され、その配置は、左側から、左減、CPP 操縦方法選択スイッチ、左減、CPP 抑角中立表示等、左減、CPP 非常用抑角操縦スイッチ、ノンフォローアップ、b t 油圧ポンプ、手電動機発低スイッチ、BT 非常用抑角操縦スイッチ、ノンフォローアップ、BT 操縦方法選択スイッチ、運営。 CPP 非常用抑角操縦スイッチ、ノンフォローアップ、右辺、CPP 抑角中立表示等、右辺、CPP 操縦方法選択スイッチの順であった。奥の斜面部分には、左から、左限主軸回転数計、左限式稼働台数表示器、BT 駆動電動機電流計、右限式稼働台数表示器、右限主軸回転数計、時計の順に配置され、 この四角い箱が邪魔で、低い位置は見えづらいため、手記稼働台数表示器は、全三隻より高い位置へ移動し、以後この配置が標準となった。しかし、この CPP 翼角操縦レバーの、微動調整装置も回すのが重く、決して満足できるものではなかったが、手前に移設された BT 翼角操縦レバーは操作しやすくなった。なお、操打室左限端の補助スタンドは、 全三隻と同仕様で、依然、c p p p t とも実際翼角形は装備されていなかった。この改良型プロペラ制御盤では、CPP 翼角操縦レバーの操作の重さを根本的に解決することはできなかったが、就航後10年以上使用された後、1978年、昭和53年、 使用頻度の低かった CPP 補助操縦レバーの廃止で、ようやくプロペラ制御盤の CPP 主操縦レバーの操作を軽くできた。この時プロペラ制御盤上の四角い箱も撤去され、トワダマル2台のプロペラ制御盤に準じたものに交換された。これにより、CPP 欲角操縦レバーもトワダマル2台同様、先端グリップを持ち上げてロックを解除し、 このグリップを回すと微動調整できるタイプとなり、BT 欲角操縦レバーも手のひらで押すと、ロックが解除されるレバー付きのグリップハンドルとなった。なお、BT の主、補助操縦レバー間の機械的連結機構は、就効後も改良が加えられ、実用レベルに維持されたため、左減補助スタンドの BT 補助操縦レバーは、機械的連結を維持したまま、就効まで、使用された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。